はい、始まりました河川録チャンネル。今回はドン。マリオさん、今日はどこ行くんですか？桜マス釣りです。あ、そうです、桜マス釣りに青森に向かっております。今から約1020キロ。これはただ YouTube では多分あと2秒後ぐらいには現地に着いてると思うんで、じゃあ途中のパーキングも撮りましょうかね。はい、楽しんでいきたいと思います。なんか食べてる。今は残り860キロ。富士山が綺麗に見えてきました。めっちゃ綺麗。わー。はい、お昼は佐野パーキングエリアで佐野ラーメンです。美味しそう。お疲れ様です。あ、道だった。お疲れ様です。無事青森に着けました。はい、順番に差で無事出れそうです。日の出で初めて太陽を見た人。これぐらい綺麗でしょ。マリオさん、もうビール飲んでる？あ、ビール飲んどかないと。朝起きて最初に胃に入れたのがオリオンビール。休日やな。休日やな。なんか上で叩き始めたな。水草がれい。何、水草がれいって初めて聞いたけど。わあ、これいいですね。新魚種追加です。イエーイ。うん、水草がれい。あ、嬉しいな。釣ったことない魚は嬉しい。めっちゃ重い。最初寝かかったかなって思った。あまり風すぎない方。あの今時期のタラタバ中層で走ってる。ああ、本当ですか。なんか全然中層ダメだから、一回ちょっとどれぐらい流れてるかなって思ってそこに落としたら食ってきた。40から15メーターまでやる。結構重いんだな。まあ、ってなりますね。
でっけ。でかい。これ何？タラ。でかっ。マリオさん見て。でかっ。タラ。でかいやつ。ちょっとこれ。深いところ。うん、そう、ボトム取ったらかかっちゃった。大きいんですか？大きい。タラです。これの子供がタラコ？そうなんだよね。おお。釣れました。店長、これ何フグかわかります？草フグ？草フグらしいです。あれ？草フグはまさかの魚種追加じゃないですか、これ。え？トラじゃねえ、それ。いや、トラとはハイブリッドじゃないですか。うん、なんか、トラ、めっちゃトラですけど、草じゃないっすよね。うん、草ではない。あ、そう。そう、なんか混じってらハイブリッドフグ。わかんねえ、ま、フグは見たときじゃけど、こっから見て、こっからつがマス中にかがんのって草フグのあれなんだけど。あ、そうなんですか。うん、その柄込みで今トラフグです。鳥が出始めてる。来た。40m。ちょっと魚礁のコップが高いところがあるから、でも上がってるかもしれない。オールで食った。ホッケかな。ホッケだな。35m ぐらいだ。
ライン払ってきたな。オッケーだね。オッケー。まあ、そうだ。うわ、5種目達成しちゃった。黒ソイ。やばい、5種目達成してしまった。五目釣り。しかも魚種追加。映ってますよ。はい、温泉に入って帰りましょう。ロッカポッカです。帰りは目が光りすぎちゃってセブンでお茶を買って帰りました。